土曜日午後です。私は郊外に来ています。1回ね、仕事が終わったんでね、これからね、近いんで闇市でカツ丼を食べに行きたいと思っております。しばしね、田舎のカントリーサイドのドライブをお楽しみください。気温ね、25度、さっき見たら25度ぐらいまで上がってますね。暑いですね。怖いというかね。
開けてますね。街のような感じがします。日曜日にね、マーケットを行われるのがフリーマーケット。なんで今日は土曜日でしたね。土曜日の午後です。Google の方ではね、4時からやってるというふうに出てまして、Yelp で見るとね、3時からやってるので、どっちが本当かわからないですけど、行ってみたいと思います。まあ、さっきね、オーナーにテキストしたんですけどね、聞くの忘れたんですけど、まあ、そういうことは、私ね、行ってもしょうがないんで、今行ってみます。かわいい。バックしたらね、出にくいからバック後ろに置いとこうかな。出にくいですよね。はい、闇市。ちね、娘さんのね、旦那さんがいましたね、今ね。気づかなかったかな、車乗ってたら。で、間もなくね、入りたいと思います。はい、私はね、マヨパックの闇市さんに来ています。日本食レストラン。今日はね、カツ丼か、カレーうどんか迷って、カレーうどんがね、他で食べられないんでね、美味しいのがね、カレーうどんを食べたいと思います。闇市さん。マオパックっていうんですかね、の町にあります。あ、ハイウェイっていうかね、ハイウェイではないんですけど、ローカルのね、フリーウェイみたいな形になってます。スピードの速いね、車が来てます。マオさん、お久しぶりです。久しぶりです。今日土曜日の、ね、夕方なんですけど、お忙しくて、もう2000人のお客さん。アメリカ人の人なんて発音するこの町の名前は。マヨパック。マヨパック。読めないですよね。インディアン語なんですね。マヨパックにあるね、闇市さんに来てます。ここのね、カレーうどんはもうね、他で食べられないですね。美味しいです。絶品なんで、ぜひね、皆さんね、この近くゴルフ場たくさんあるんでね、ゴルフの、帰りにでもね、寄っていただいて、まあ、カツ丼もね、私好きなんですけど、今日ね、迷った末にね、カレーうどん食べて、行きたいと思ってます。もう本当のオーセンティックのね、日本食でね、
やってますのでね、ぜひこの町に来た時、マヨパックの町に来た時はやっていただきたいと思います。スープも熱いですね。美味しい、熱くてね、熱々です、熱七味を入れます。お肉をね、ポークにしました。熱々です。カレーうどん食べました。美味しかったです。非常に満足してます。これからね、仕事行きますので、それではまた。